北九州の皆さん、三上一郎です。今をときめくマーティン・マクドナーの作品であるということと、それから、まあ、小川瑠璃子さんの役と、中塚圭史さんの演出ということで、もうこれ嬉しいっていう一言でしたね。まず最初に中塚さんとは、まあ、昔17年ぐらい前になるんでしょうか、阿佐ヶ谷スパイダースの方に出してもらってですね、それでご一緒したんですけど、それっきりなので本当にもう久しぶりに一緒に仕事ができるっていうことが嬉しくて、まあ、本を読んでとにかく面白い会話劇だなっていうふうに感じましたので、すごく楽しみでしかないですね。嬉しいのと楽しみの両方でしたね、はい。本当にその会話劇ですから、何気ない会話のやり取りというか、それぞれのいろんなキャラクターの人たちとの会話、何気ない会話っていうのがすごく面白くて、まあ、ストーリー展開もこう予想だにしないというか、別にその大きな事件があるというわけでもないんですけども、何か、不安だったり、なんかドキドキする感じっていうのが見てる方でもこう想像するというか、そういった面白みがすごくあってですね、何か最後も なんとなく腑に落ちるというか、ああ面白いなっていうふうに感じましたね、はい。マクドナーの作品っていうのを見たこともなかったんですよ。でこのお話をいただいた時にちょうどナショナルシアターライブっていうので、ちょうど来ましてですね、向こうでやったやつが、それをまあ見ることもできましたし、舞台も日本でも上演されてますから、人気であるっていうことはもう間違いないのと、とてもやっぱりクオリティが落ちることもなく面白いので、本当にまだまだ若いですからね、マーティン・マクドナー、それができるっていうことは非常に光栄であります、はい。ピアポイントといういわゆるハングマン公衆刑の執行人の一人ですね。先に引退をして、まあ、この人もあるちょっと離れたところでパブを経営してるんですが、言い方変かもしれないですけど、いい公衆刑というか人気のある公衆刑執行人とにかく物語の前半から名前が出てきて、登場までにハードルが上がるという出てきて納得してもらえるようなピアポイントを演じられたらなというふうに考えています、はい。本当に、信頼のできる劇作家であり演出家の一人だというふうに思っています。身を委ねて、それから他のキャストの皆さんとできるこの物語を作る上で楽しみたいなっていうふうに思ってます、はい。あんまりみんなと絡まないかもしれないんですけど楽しいカンパニーできたらなっていうふうに思っています、はい。劇場に足を運んでいただくっていうのが大前提なんですけれども、そうしていただくと別世界というか、ちゃんとその時間楽しんでいただけるような舞台作りができていると思います。まだ映画でしか見てないマクドナーのファンとか、そういう方々もぜひ、劇場の方にね、わざわざ足を運んでいただくということ、その贅沢を楽しんでいただければなというふうに考えていますので、ぜひお越しください。